こんにちは、タムです。今回はディオ様のね、自分のギミック予想をしていこうかなと思います。今回はクエストというよりコンテンツとして出てきますので、まあ、直近で言うと窓巻きコラボの反逆の物語みたいな感じかな。うん。まあ、そんな感じなんで、ギミックはね、挑戦するまでわかりません。はい。なので、ね、ギミックの予想の違いがありますね。で、今回のコンテンツの内容としましては、突破したバトル数に応じてキャラがゲットできる仕様となっています。まあ、天魔の古城と似た、コンテンツですね。そして、それがなんと、毎日突破数がリセットされます。なので、もしも勝てなくても、毎日行けるところまで挑戦して、運極を目指せるようなコンテンツとなっています。なので、これね、相当運極難しいんじゃないのかなと思いますね。多分、無惨クラスの難易度じゃないのかなと思っています。で、もしもね、うまくいけば、2日でね、運極にできて、まあ、4日になったら、まあ、証付きまで、ゲットできるんじゃないのかなと思います。ジョジョコラボの開催期間は、まだまだ日数がありますので、まあ、結構ね、簡単に運極できるんじゃないのかなと僕は思っています。はい。というで、まあ、今回は僕のね、ギミック予想をしていこうかなと思います。まあ、今回ね、僕の予想としましては、びっくりマークがダメージボールとワープ。びっくりマークなし、転送壁。激手に関しましては、どちらもいけるような感じで予想しようかなと思います。まあ、それで見ていきますと、こちら、ジョータロウですね。まあ、ジョータロウを最適にしてくるんだろうなと僕は思ってるんで、まあ、水のジョータロウであるダメージボールワープ、転送壁で予想しようかなと思います。これなんでダメージボールと地雷のセットで予想しないかというと、マイキーがいるんですよね。そう。マイキーがあまりにも強すぎるから、さすがにそれをね、適正にしてくることはないんじゃないのかなと思ったんで、僕はね、ちょっとダメをワープ、そしてまあ、対策しない感じで、まあ、転送壁っていう感じにしようかなと思います。ね、ちょっとマイキーってね、ファーストキラーがあるから、それのせいでね、ちょっとジョータロウが、薄れちゃうってこと、可能性があるなと思ってるんで、まあ、ちょっとまあ、ジョータロウを接待するっていう考えるのであれば、まあ、マイキーは、接待されないんだろうなと思ってるんで、マイキーはワープを持っていないんで、ダメージウォールワープ、こんな感じで予想しようかなと思います。まあ、ジョータロウに関しましては、まあ、ウォールブーストもありますので、まあ、属性問わず普通にキラーも入りますし、しかも、ストライクショットも割合 SS を持っていますので、まあ、一強クラスになるんじゃないのかなと思います。で、ダメをワープ転送で、まあ、見ていきますと、属性も合っているシオンですね。はい。まあ、超アンチダメージボールに超アップ、そして転送壁を持っていて、割合ストライクショットを持っていますので、まあ、もしかしたらシオンが大活躍するような感じになるんじゃないのかなと僕は思ってるんで、まあ、もしかしたら最適はシオンになるんじゃないのかなと思っています。で、続いて同じギミックであるベニヤマルですね。はい。テンスラのキャラクターなんですけども、まあ、ファーストキラー持っていたり、まあ、超ワープに転送壁持っていますんで、もしかしたらこのキャラクターも活躍するかもしれません。で、ちなみにダメージボールワープ。なんでこれが濃厚かなと思ったかというと、これ見ていただいたらわかると思うんですけども、ダメージボールワープの組み合わせを持っているキャラクターが結構多いんですよね。ジョータロウ以外ですと、まあ、ジョリンでしたり、ウェザーリポート、さらに、華僑院といいます。なので、その点から、第1弾のキャラクターと第2弾のキャラクターをしっかりと活躍させるっていうことを考えるのであれば、まあ、この可能性は結構高いんじゃないのかなって僕は思っています。まあ、そしてまあ、ディオはまあ、機械属性ですよね。なので、闇属性であるウェザーリポートが結構活躍するんじゃないのかなと思っています。しかも、ウェザーリポートのコネクト条件見てみてください。激種が異なるキャラが1体以上っていう条件があるんですよね。これはもしかしたら、ジョータロウを編成するっていうことを考えて、まあ、もしかしたらね、こういうコネクトスキルをつけたんじゃないのかなって僕は思っています。まあ一応ダメージボールワープと言ったんで、まあ一応華僑院ですね。まあ一応超強力な、まあ割合ストライクショットを持っていますので、削りにくいところはだいぶ活躍するんじゃないのかなって僕は思っています。コラボキャラクター以外でちょっとパパーと見ていきますと、こちら、孫市ですね。ダメージボールワープに弱点キラー M を持っています。まあ接待されたらね、結構強いようなキャラクターだったんで、まあこのタイミングでもしかしたら接待がもらえるかもしれません。で、続いてはカムイですね。結構ね、不遇な性能なんで、もしかしたら、まあ、このタイミングで接待がもらえるかなと僕は思っています。で、まあ、光属性キラーとかはないんですけども、ガブリエルですね。まあ、ダメージボールワープを持っていて、高スピアップを持っていますので、サポート面として結構優秀です。ですので、まあ、その点からも結構ガブリエルも接待可能性があるかなと僕は思っています。
で、その次にミューズかな。まあ、ダメージボールワープを持っていて、友情コンボ ×2 の高スピアップを持っています。まあ、サポート面としても、殴り面としても結構強いなって僕は思っていますので、結構活躍するかもしれませんね。しかも、ストライクショットの毒キラーも、シオンとね、もしもこのギミックでしたら、シオンとね、すごく相性がいいので、まあ、結構ね、相性とかも考えると、ミューズもね、強いかなと僕は思っています。なので、今回のギミック予想としましては、びっくりマークがダメージボールとワープ。そして、まあ、びっくりマークなしで転送壁。この3つのギミックが出るんじゃないのかなと僕は思っていますね。はい。ということで、今回の予想としましては、こんな感じになります。ぜひね、皆さんの予想等も教えてくださると嬉しいです。ということで、バイバイ。